クダイマイ This is your channel Spirit Cooks 毎度陽一です。いつもご視聴いただきありがとうございます。そしていやむちゃくちゃ波が来ております。この瞬間サーファーとして生きててよかったなってほんま心から思いますね。風が全く吹いておらず、海にはものすごいパワーのあるうねりがうね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 と、発生しており、ここノビービーチ綺麗なバンクがあるんですが、ここで今日はチューブなマッシブな波が炸裂しております。いやほんまねこの瞬間生きててよかったなって心から思いますね。近所のサーファーたちはもうすでに海に入っています。太陽が昇るまで約15分20分ぐらいでしょうか。今日はね、ソロショットを回してやっていきますので、この、サーフィンライフの醍醐味である朝一のサーフィン、そしてゴールドコーストの、シーズンでありますこのビーチブレイクのスーパークリーンコンディションのいい波、皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思います。今日のボードをお見せします。クマフィッシュでいきます。サイズが5.7ハーフ、幅が20と16分の1、厚みが2と8分の3、30.36 リッターです。フィンがアシャペイチのシグニチャーフィンです。ハの字になっているフィンです。小波でスピードが出やすいフィンですね。果たして今日のような、片頭セットでオーバーヘッドある波で、パワフルな波で、どんな乗り心地になるんでしょうかというのをね楽しんでいきたいと思います。散歩している人たちも気持ちよさそうです。サーファーたちが続々と入ってきています。ゴールドコーストパンピングでございます。最高にいい波が来ております。ということで本日もどうかよろしくお願いいたします。はい、いい波が来てますね。セット感が長いみたいなんで、ゲッティングアウトは楽でした。で今もこうしてねメンツルのコンディションちょっとゆるいオフショーが吹いてますが、まだ何の影響もないですね。ゴー君おはようございます。おはようございます。今日もいい波ですね。いいですね波。まだ残ってます。恵まれてますね。お、どうした？見ててくださいゴー君のライド。
スピリットクックスの時間やで、サーフィンのことなら何でも知ってるで、いっそこの海から嫌われるまで、僕らの遊び場ヒロインや、明日の風はオフショアや、でっかいうねりも来るはずや、ボードには薬しコード、温水タンクも忘れるな、嫁はんになんて言おう。おっしゃ、はい、海から上がってきたわけなんですが、ちょっと今からねワックス剥がしながらね、エンディングトークをしたいと思います。ワックス剥がす前にフィン気づいたらあかんので、て気づいとるやんこのフィン。うわー、バーレーかな。これ皆さん見えてますでしょうか。今僕フィン外したじゃないですか。でフィンカップのとこ見とってくださいよ。ほら水めっちゃ出たでしょ。これフューチャーフィンね、このフィンカップの中に水が溜まりやすいんですよね。だからこのね、海入った後にフィンをつけっぱなしにして保管していくじゃないですか。で、まあ、毎日入る人とかやったらまあいいんかもしれないですけど、週1回、2週間に1回、1ヶ月に1回、まあ、なんせ海に入った後にこのフィンをつけたままほったらかして何ヶ月も放置してたら、多分ねこのフィンカップの中でフィンが固まってもうてむちゃくちゃ取れにくくなると思うんで、特にねフューチャーフィンはしょっちゅう外しとった方がいいんじゃないかなってね僕は思ってるんですよ。ねえねえ、リシコードも外しちゃいましょう。ついでにリシコードの紐も変えちゃおうか。フィンは気づいたらダメなんで、こういう風にケースにねしっかりと直しときましょうか。でフィンキーもねなくさんように、はい、ウェットスーツ。まあ僕あれですね、ウェットスーツはいつも、まあ、ほぼ毎日着るんで、こんな感じで水だけ入れて軽くゆすいで干すだけですね。でこれはソルショットのタグのねホルダーもしっかりとこう、まあ軽くやね、軽くこうやってゆすいで、よし。これぐらいか。はい、ということでね、今からボードのワックスをね剥がしながらあれしようかなと思います。このワックスは2ヶ月目ですね。このワックスは2ヶ月目で、もう結構まあ潰れてきてて、何よりもこうね、なんかこう古いワックスって硬くなってくるんですよね。滑りやすくなって見た目も悪いですし、まあ何より汚いでしょ、こんなこういう状態見えます、こんな感じで汚いんで、まあ今日剥がしていきます。海入るときにね、ワックス汚いな、剥がさなあかんなってもう一回でも思ったら僕は剥がすようにしてるんですよね。じゃないと一回それを思ってまた今度でいいやっていうのを繰り返してると、毎回毎回ねそれが気になるじゃないですか。海入る前に波とは関係のないところで自分の気がねそれるのが僕全好きじゃないんで、ということで剥がしていきましょう。今日もね、波乗ってきました。チューブがね2本ぐらいあって1本綺麗にね入って中走れました。ちょっと前にね黒川海人プロが教えてくれたチューブライドの時は前かがみにならない、しっかりと胸を立てて、後ろ重心が後ろ足のぐらいがちょうどいいよってね、あれを意識してから、この間バーレーでチューブ抜けましたし、そっからもねチューブインした時の景色の見え方がね全然違ってきたんですよ。もっとがっぽりとチューブの中が見えるようになって、ボードが安定してね走るようになったんですよね。今日抜けれるかなとか思ったんですけど、あまりにも深すぎてちょっと抜けれなかったです。ですがまあまあ成長してますね。チューブライド上手くなってきてます。はい、おかげさまで陽一チャンネルの陽一イコールチューブライダーみたいなね、そんな異名は取れたらねもう最高に嬉しいなとか思うんですが、最近ねちょいちょい聞かれるのが、スピリットクークスとはどういう意味なのって。スピリットクークスとはですね、クークスっていう言葉があるんですけど、まあ僕自身ですよ、それはよそ者とかちょっと変わったやつとかね、そういう風なやつのことを指す、言葉なんですけど、スピリットクークスの本質はですね、僕らクークスもその日の一番の波に
乗りたいわけなんですよ。まあ、クークスはクークスとして波が上がってデカ波になって、そういう時僕らもパドルアウトしますよって、がっつり行きますよって、ほんまにでかい波が来た時ローカルもビジターもヘッタクレもないと思うんですよ。行けるやつが Go for it なんですよ。行ったらんかいなんですよ。僕らはね、そういう時にがっつり行くんですよ。そのために常に波のことを思って、サーフィンを愛して、まっすぐな気持ちで、波乗りに取り組んで、常にね、頭の中ではいつかやってくるバーレーヘッズのキラーのクラシックなチューブライド、そういうのをね、常に頭に思い浮かびながら、いつかそれをきちんとメイクするぞって。俺が行きます、行ったらんかいですよ。これが陽一チャンネルの行ったらんかいですよ。スピリットクークスはそういったところにあるんです。常に出すわけじゃないんですよ。いつもは隠して静かに、心静かに行っていきましょうって、他の方たちとの空気感を大切にして、自分の立場をわきまえて、で何に感謝すべきかっていうのをね、しっかり考えながら、深く考えながらやっていってます。波がでかなった時は俺らスピリットクークスの出番ですよ、という感じでね、やっていきますので、ぜひね、これからも応援よろしくお願いします。綺麗になった。はい、綺麗になりました。これでまた明日からね、新しい、綺麗なワックスを塗って挑みたいと思います。もうすぐね、2万人来ますので、そしたらね、ライブ配信で皆さんお会いしましょう。ぜひともチャンネル登録し忘れてる方、ぜひこの機会にね、ポチッと押してみてください。ベルマーク押していただくとね、僕が、2日に1回上げる動画のね、配信がポンとストレートに、ノーティフィケーションがいきますんで、ぜひよろしくお願いします。それでは最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。これリーシの紐取り替えようと思ったの忘れてた。こういう気になるものは気になった時に今すぐやで。よし、これで二重で OK やな。ごめん、このほろ、このワックスも土に変えるやつやから全然罪悪感がなくてええわ。